やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば人は動かず、話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず、やっている、姿を感謝に見守って、信頼せねば人は実らず、太平洋戦争開戦時の大日本帝国海軍連合艦隊司令長官山本五十六の名言です。なるほど、確かにその通りとうなずける名言ですが、実際にそれを実践するのはとても大変なことですね。今回はその山本五十六誕生を記念して造成された新潟県長岡市にある山本記念公園を紹介します。JR 長岡駅西口からおおむね徒歩4分の距離、関東と越後を結ぶ三国街道の近くに目的の山本記念公園はあります。しかし山本記念公園は公園といっても遊具があるわけではなく、あるのは一体の胸像と古びた一軒家だけという、どちらかというと街中の小広場といった感じの公園ですね。山本五十六の誕生地であることを記念するこの山本記念公園には、山本五十六の生家鷹野家が建っています。実際の鷹野家は太平洋戦争末期の昭和20年8月、米軍による大空襲で焼死してしまったため、この生家は復元されたものです。家は中に入って見学することができます。早速中に入ってみます。当然ながら土足厳厳です。正面には4畳半の部屋があり、机の上には芳名帳が置いてありました。ここ3日くらい誰も書いていませんでしたので、ここで僕が連続無記名記録をストップすることになりました。玄関の右隣には6畳間があります。復元とのことですが、昔の家という雰囲気は十分にあります。室内には山本元氏の少年時代の写真など山本五十六ゆかりのものが展示されています。同部屋には常在戦場の記号の入った額が飾られています。常在戦場は山本五十六元氏の座右の銘です。その六畳間の奥にさらにもう一つ六畳間があります。その部屋におそらく見たら誰もがぎょっとするであろう巨大な石膏製の胸像があります。これは公園内にある山本五十六の製造製胸像を作る際に撮られた石膏像です。かなりの大きさで、これがいきなりワシントンと置いてあると不気味ですね。2階にも上がることができます。すごく急な階段です。なお2階には一度に3人以上が上がらないようにとの注意書きがありました。2階の設置はしていませんが、2階には山本五十六の勉強部屋があり、2畳という狭い部屋で五十六はこの小さな座卓で勉強し、当時帝国大学より難しいと言われた海軍大学校に入ったのかと思うと感慨深いですね。生家の向かいには山本五十六の製造製胸像が建っています。この山本五十六の胸像は長官が戦死した年である1943年12月8日に父親は海軍航空隊で作られたコンクリート製前シーズンをもとにして作られたものです。太平洋戦争の敗戦後、日本海軍の実質的な指揮官であり真珠湾攻撃を遂行した山本五十六の前身像が連合国によって怪我されることを恐れた関係者たちは、土浦のコンクリート製造を上半身と下半身の2つに分離し、上半身を霞ヶ浦の湖底に沈めました。その上半身は偶然昭和23年発見され、その後山本五十六の郷里であるここ長岡に置かれていましたが、風雨による損壊が激しかったため、その像の型を取って新たにこの製造製胸像を作ったといいます。
世界中が敵という厳しい状況の中、ほぼ勝ち目のない戦いを指揮し、結果として敗軍の将となってしまった山本五十六元氏。しかしながら山本五十六は令和のようになってもこのような像が復元されたり映画化されたり名言が様々な場で使われるなど、一人の英傑として今も日本人の心に生き続けています。長岡駅周辺には山本記念公園のほかにも山本五十六記念館など山本元氏ゆかりの施設がいくつかあるので、長岡に訪問の際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。